玉川習字教室の玉川雄豪です。今日はですね、日本習字生徒部小学4年生のですね、2月検定課題を書きながら説明をいたします。今回の課題は川と平野、こちらを学んでいきます。今回のですね、課題のポイント、広さ、感覚の広さをですね、注意していきます。川のこの間ですね、平のこの間、そしてののここ、はい、それぞれ広さがですね、揃って見えるようにして書いていきます。また、とのね、ここの広さ、広くね、取るというところを意識してください。そして川、このね、方向を注意して立てて、ね、払っていくというところ、そしてののこの、ね、内側に寄せて書くというところ、方向に注意してですね、書いていきましょう。またですね、のはですね、この辺と作りを見ていきますと、辺の方の下のですね、ここにですね、広さがありますので、そういったところにも注意するようにしてですね、縦画を長く書かないようにしてください。赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでから書き始めるようにしてください。はい、それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、川、一画目、立ててまっすぐ下に行きます。ここから下の左に払って、二画目、三画目、はい、感覚に注意してまっすぐ下に行きます。はい、感覚が等しく見えるようにまとめていきましょう。と、はい、ちょっと右下に行ってから少し丸みをつけるようにして、内側にで跳ねて、ここから左下、はい、カーブするとゆっくり、そして右に左に太くして、最後はしっかりと止めていきます。はい、平、一画目、右上がり、はい、二画目、1、2、3、3画目は左下に払って、四画目は伏せて長くしていきます。はい、五画目は払っていきます。立ててまっすぐです。はい、次はのですね。はい、一画目、内側に、はい、二画目、右上がり、はい、転接、折れです。内側に、横角、横角、はい、この五角目、曲がりやすいので曲がらないで、まっすぐ長くしない、六角目、右上がり、はい、七角目は払い上げていきます。はい、そして八画目、はい、右上がり、押さえて左下へ、はい、折れですので気をつけてください。十画目、右上がり、はい、止めて、はい、折れです、内に払う。そして十一画目、はい、払いになります。長く、はい、ここで一度止めてから跳ねていきます。はい、このようにして書いていきます。感覚に気をつけるということ、そして縦画がね、長い縦画が多いですので、そういったところ体で引くようにしてください。はい、今日は以上です。